今回は2022年に買うべき22の素晴らしい株これのご紹介になりますその中から日本で買える銘柄をピックアップして紹介したいと思います今回結構大型株ばっかりだったんでペンバーガーとかはちょっと難しいかもしれませんけどもダブルバーガーぐらいはもしかしたら狙えちゃうんじゃないかなっていう銘柄も多くなっております購入に関しては自己責任になっちゃいますけれどもぜひご覧になってみてください早速まず1つ目は ライバルが失墜しました。そしてもう国民は遊ばずにいられない。ということで、この背景見ればどこかわかるかと思いますが、ティッカーシンボル DIS、ウォルト・ディズニー・カンパニー、世界最大のエンタメ企業になります。みんながそろそろなんじゃないかなと思っている企業の一つだと思うんですけれども、コロナショックでテーマパーク事業がずたぼろになりました。そんな中、ディズニープラスという動画配信サービス、これを伸ばしてきた、 ウォルト・ディズニー。ライバル企業であるネットフリックスが決算で会員数が減少したということで、株価が30%ぐらい暴落したんですけども、ディズニーはどうなるかっていうのがみんなちょっと気になっているところ。この前の決算で30%を超える暴落ということで、僕も正直めちゃくちゃびっくりしたんですが、ディズニーもそれにつられて多少なり落ちております。ディズニープラスっていうのは、ネットフリックスみたいに会員からの年会費などだけで、 収益を上げてているものでではありませんでして最近 YouTube のようにユーザーの年会費は安いんだけどもその分企業からの広告を出すっていうような広告収益を上げるようなプランっていうのも考えているということでしたんで Netflix と同じような道をたどることはちょっと低いんじゃないかなと思っておりますまだこのディズニープラスが始まってみてからも歳月もそこまで経ってないんで、まあ、今すぐ Netflix みたいな事態になるっていうのは考えにくいんですけれども 各企業のいいとこ取りをしてきているサービスになっております。今回の下落を受けて僕もちょっとだけディズニーの株を再度購入したっていうところなんですけれども、レジャー事業を回復してきている中で、ディズニーもそろそろ戻ってくるんじゃないかなという甘い期待を抱いております。海外サイトでの評価としては、チップランクスとスイキングアルファ。チップランクスのアナリストは21人中16人が海水晶になっておりまして、トータルではストロングバイ。 ただスマートスコアはここ2年ぐらいのテーマパークビジネスの影響もあってかなり悪い評価にはなっております。スイキングアルファでも記事の著査ですとかウォールストリートのアナリスト、ここら辺は海水省になっております。年初来の S&P500 との株価比較になりまして黒が S&P500 になります。めちゃくちゃアンダーパフォームしております。多分5月の前半に決算があるんでそこでどうなることやらというとこなんですけれども アナリストたちの株価予想としては強い上昇を予想しておりまして、186ドル、プラスの57.94%が予想されております。こんな感じで残りの銘柄も紹介していきたいと思うんですが、二つ目が配達だけじゃないです。ライドシェアという文化を広めている企業、Uber Technologies、ピッカーシンボル UBER です。Uber って聞くと日本人の人はもうこの絵にあるような配達サービスっていうのを思い浮かべると思うんですけども、 海外では、ウーバーイーツ以外にも、ライドシェアリング、いわゆるアイノリですね。あとは、電気自動車などのレンタルサービスっていうのも展開しています。このアイノリ事業っていうのの市場の68%をウーバーが占めております。なんか日本だと軽いアルバイトでできる配達をやってる会社みたいなことあるんですけども、このライドシェアリングのプラットフォームって63カ国、750の市場で運営されているようです。 僕も今回ちょっとホームページとか見てみて、本当にこの企業の一部の部分しか知らなかったんだなと、えー、実感しました。ただ、日本の場合だと、こういう一般人が自動車を用いて、優勝で他人を運送することっていうのは、いわゆる白タク行為とかに当たっちゃうんで、まあ日本ではなかなか広まらないでしょうけども、海外だとこんな風にしてですね、シェアリングエコノミーの文化も広まってきてる中で、どんどん伸びていくだろうと言われております。アナリストも、 26人中25人が海水症。スマートスコアはまだ全然良くないですけれども、ウォールストリートアナリストからは本当に高い評価を受けている企業になっております。ただ株価はそこまでですね、いい結果を生んでおりませんでして、年初来もマイナス30%というひどい結果になっております。文化としてしっかり受け入れられてくるんであれば、発行の仕込み時なんだろうなと思って見ております。目標株価といたしましては、59.67ドルということで、プラスの93%。 ダブルバガーぐらいをアナリストは予想しております。やっぱり日本と海外で全然ビジネスモデルが違うんで、日本の肌感だけじゃなくて、決算書とか企業のホームページをしっかりと見て、まあ、投資判断してもらえればという銘柄です。続いてが、あのアプリの親会社。あなたはこの株、どっちにスワイプしますか多分皆さんもね、よく使ってるアプリなんでなんとなくわかると思うんですけども、インターアクティブコーポレーション、ティッカーシンボル、IAC、 こちらは、まあ、いわゆる巨大ななネットメディア企業になります。このマーク、皆さんご存知ですね。マッチングアプリ。これを作ってる会社の親会社になります。IAC って今まで数々のウェブメディアとかマッチングサイト、旅行サイトなんかを買うっていうのを買収してきて、Tinder を作ったマッチドットコム。これは1993年に創業された世界最大級のマッチングサイトになってまして、世界25カ国2100万人に利用されております。 日本で人気の Pairs っていうアプリ、これを運営している会社も買収してます。買収によってが、今度参加がめちゃくちゃ大きくなってきたりすると、スピンオフなんかっていうのを行っておりまして、エクスペディア旅行関係のエクスペディアなんていうのもその一つになります。今までですね、買収した企業っていうのはこんな感じで、まあ、あの、僕も海外サイトあんまり知らないんですけども、非常に有名な企業ばっかりなそうです。アナリスト評価としても11人中10人が海水省で、 スマートスコアは10点満点。めちゃくちゃ評価が高く、スイキングアルファでも記事の調査とかアナリストからは買い推奨になっております。ただ株価はですね、こっちもマイナス35%とかなりアンダーパフォームをしております。これもタイミング次第では十分引き込み時だと考えられます。そして株価については、こっちもプラスの89%予想ということで、かなりですね、上昇期待が持たれております。続いて、 油売ってる場合じゃねえ。まだ油は買いだということで、エネルギー関係、シェブロンが上がっておりました。時価総額339ビリオン。e r はまだ10.2というところで、利回りが3.5%程度。石油メジャーの一つでして、配当貴族の中でも結構利回り高い部類になってきております。ウクライナとロシアの問題で原油価格が上がってるから買いなんだろうって思う人もいるかもしれませんけれども、 低炭素エネルギー事業、これを今後柱にしていくための投資計画っていうのを発表してまして天然ガスの生産再生可能燃料の生産量をめちゃくちゃ増やして水素関係のビジネスにもどんどん投資をしていくってことが発表されてました2028年までに100億ドル以上投資するという計画でして昔は30億ドルって言ってたんですけども昨年の発表の段階では昔に比べて3倍以上投資していくっていう姿勢を示してました そういうことから、まあ中長期でもですね、まだまだこの企業終わることはないかなと思っております。アナリストも比較的海水省の人が多く、スマートスコアは非常に優秀な成績になっておりました。株価についてはもう皆さんご存知の通り、この年初来、原油価格の高騰で S&B500 を大きく上回っております。アナリスト、目標株価としてはですね、そこまで高くないですね。4.12%っていうことなんで、 ちょっと原油価格が暴落しちゃったら、もうその時点でマイナスにはなってしまうかもしれません。さて、続いては日本では知られていないバンガード、ブラックロックのライバル企業ということで、ステートストリート社なのかなと思う人、残念ながら、今回は、ピッカーシンボル SCHW、チャールズ・シュワブになります。あんまり日本だと馴染みのないような企業だと思いまして、多分 SBI とかも取り扱いなかったのかな。 ETF とか結構面白いものを出してるんですけども、売買手数料無料の先駆け企業になってまして、グループ内で顧客の資金を運用して、金利差で防いでるというビジネスです。やっぱり5年の増配率が20%っていうのがすごいですね。ファンドマネージャーの人がですね、記事で書かれてたんですけど、金利が0.25%上がるたんびに7億ドルから9億ドルぐらい収益が得られると言われております。 この企業、ブラックロックとバンガールと並んで手数料の削減、無料化にめちゃくちゃ頑張ってた企業なんですけれども、なんでそんなに頑張れるのかっていうところがこちらの資料になります。こちら野村総合研究所が発表した資料なんですけれども、米国と日本のネット証券会社、これがどういったところから利益を出しているかっていう図になります。売買手数料と金融収益、金利収入っていうところを見てみると、 日本は比較的売買手数料の割合が高いんですけど、海外は金利収入の割合が非常に高くなってきます。この金利収入っていうのは何かっていうと、客から預かった資金を用いて、債券とかを購入して、その利差や金利差を使って利益を出すという戦法になります。つまりお客さんからま,あまずは資金をいっぱい預かってなんぼっていうところがあるんで、そのためにこの売買手数料無料っていうのをやっております。一方で日本の証券会社って、 まあそうやってお客さんの資金、口座を作ってもらおうとして必死にポイント還元とかしてるんですけども金融収益があんまりそもそもないんでこのポイント還元っていうのもお客をつなぎ止めるためのビジネスなんですが会社の利益を上げるための戦法っていうほどのですね効果を生んでないと考えられます実際普通預金の金利が0.1%だったとしても MBS 等のリターンが2%あれば1.9%分ですね利益を上げることができますんで 売買手数料を無料にして、株式の利益を削っても、客に資金を入れていただきたいと、そういう狙いを持っている企業です。アナリストは、12人中9人が海水省。フォアはまあ普通っていうところですね。株価については若干ですけど、アンダーパフォームしております。目標株価としては、プラスの40%と、比較的高い評価を受けております。金利収入ということなんで、まあ今後ですね、利上げによって、 短期金利とか長期金利がどんな風に動いてくるかによっても、リザヤの稼ぎ方って変わってくるとは思うんですけども、うまくその2つに差が生まれてくれば、業績的にもかなり有利に働くと考えています。続いて、投資の神が愛した銘柄ということで、利上げでさらに恩恵を受けそうな、バンクオブアメリカです。ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハザウェイここがですね、保有している銘柄の第2位にランクインして、ウェイトとしては10%を超えているような、そんな銘柄になります。 増配率が24%超えということで、ほんととんでもない値になっております。過去2年間で株価が60%ぐらい上がってるんですけども、それでもまだ PER11 倍ということで、めっちゃ割安になっております。まあ、今後の金利上昇でですね、金融系も他のセクターよりはダメージを受けにくい、むしろメリットがあるぐらいの、そういうセクターなんで、この割安感仕込むチャンスかもしれません。評価としては13人中8人が海水症。 スマートスコアはそこまで良くなかったですね。推ンアルファの方でも比較的良い評価は得ております。株価については s、s P500 に若干アンダーパフォームしているっていうところでした。株価上昇の予想としては、プラスの30%、50ドルぐらいが目標となっております。続いて、生活に根付いた企業。ということで、まあドラッグストアですね。CVS ヘルスになります。今回の記事で書かれたのが、ほとんどのアメリカ人、 自分の住んでるところから3マイル以内に CVS があると。周りを見渡せばあるような存在。そんな企業なんですけれども、ただ薬を買いに行ったりするドラッグストアではなくて、医療全体を取り巻く非常に重要な存在だと言われております。書かれてるようにクリニックとか保険会社、医療に関連する様々な分野を買収しているっていうところが、まあ、一つその理由だと思います。最近買収したエトナと呼ばれるような 保険会社これがですね、アメリカでも3番目に大きい保険会社なんですけれども、そこの社長を務めていたカレン・リンチさん。彼女が現在ですね、この CVS ヘルスの CEO に就任しております。これによって、女性が率いる世界最大の企業と言われております。ライバルとしては、ダウにも採用されているウォルグリーン。こっちも結構魅力的な企業なんですけど、それが該当してきます。アナリストは13人中10人が、 海水でスマートスコアも8と非常に良いですね。そしてセイキンアルファのスコアとしてもいい値を出していると思います。こちらは年初来、ほぼですね、横ばいが続いているということで S&P500 をオーバーパフォームしております。ただ目標株価はそこまでは高くなかったですね。プラスの16%ぐらい。まあ、本当はこれでも十分なんですけどね。そんな風に予想されておりました。そして中国が回復したら反撃だ。ということでこの スターバックスになります。5年間の増配率はなんと15%超えということで、この企業なんですけれども、海外小説白芸に登場するスターバック一等公開しシアトルの近くにある、レーニアさんスターボ採掘所というところの名称をくっつけて、スターバックスという名前になっております。こちらは米国でもほんとトップシェアのコーヒーショップになっております。シェアがだいたい40%くらいキープと言われております。 サードプレイスを提供するようなビジネス。これをですね、心がけてまして。ファーストプレイスというのは自分の家。セカンドプレイスっていうのが、いわゆる職場とか学校になりまして、これら二つを結ぶ中間地点として、サードプレイス、スターバックスっていうのが存在してます。スターバックスって、本当にまあ、いろんな人の出会いの場であったり、自分がちょっと集中したいような時に使うような場所っていうので、人それぞれまあ、使い方は違うんですけども、 家でも職場でもない自分の場所みたいな感じありますよね。コーヒーだけじゃなく場所を提供するっていうビジネス。これがですね、スターバックスの魅力だと思ってまして。最近中国がですね、ロックダウンとかまだ続いて出店できてないんですけど、これが終わればきっとですね、海外進出もどんどん伸びてくると思います。22人中11人が買い。 スマートスコア4ということでそこまで良くはないです。そして株価も古典版、年初来マイナス33%という結果です。ただ、目標株価は比較的良く、1年間でプラスの40%という予想になっております。今回、何個か大型株で、さらにアナリスト予想的にもプラスの20%から、大きいものでまあ100%近くまで上昇するような銘柄ってのを紹介させていただきました。 現実的にちょっと天ガ川はね、難しいと思うんですけれども、ちょっと数年後に天ガ川狙えそうな銘柄、そういうちょっとですね、大きなリターンを狙いたい方っていうのは、このオックスフォードクラブが提供している数年後に10倍が狙える3つの米国株っていう、 まあそんなところですね、ベルマカの無料登録すればですね、もらえますんで、もし、ポートフォリオの一部、個別株で大きく勝負してみたいっていう人は、本当に勉強になるような情報がたくさんありますんで、概要欄のリンクからでもですね、登録していただければと思います。ということで、今回、2022年に買うべき大型銘柄ということだったんですけれども、大型株の中でも結構、k p r で放置されている銘柄が、 多かった印象ですバンコオブアメリカとか CVS とかあそこら辺なんていうのは本当に15期、買い置きだと思っておりますアナリスト予想どこで売ろうかなっていうタイミングの参考などに使っていただければと思いますちなみに僕はですねディズニーとスターバックスを保有しておりますそれぞれその企業独自のですね他社には真似できないブランド力みたいなのがある企業だと思っております まあ、2022年どこまで伸びるか、正直、アナリスト層が全てじゃないんでわからないですけども、決算と照らし合わせながら、今後の業績見ていきたいと思います。ということで、今回は、2022年に買うべき、大型株、これだというような動画になりました。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。それではまた、次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。